ゲームも車出てますか。出てますよ、出てますよ。タイヤ4本に近づきましたね。まずしかしそうなるとセントラル困りますから、反撃を期待したいですね。セントラルはサイドブレーキかけていかないから。そうしかし4対3、やはり後半に入った途端に強打線ですね、村山さんね。そうですね、今ね、サイドブレーキ持ってる候補が今ここで逆転されましたでしょ、はい、中畑が頑張っていけば今近くにいるんですけどね。あ、中畑を変わりましたか、惜しいですね。まああのミスターセントラルがまだ残っていますしね、山本浩二選手ね、これからどういう反撃を見せるか楽しみなセントラルですが、うわー、しょうがない、行ってしまったライトスタンド、ツーランホームラン、これはすごい。いやー、金田さん、はい、どうでございますか。もう何と申しましょうか、ほんであれ、あそこまで飛ばされたらピッチャーもフローを投げて帰った方がいいです。いやー、逆であそこまで行くんですもん。いや、私はね、昨日よりまだ西本、今日の方がまだマシだと言いながらね、なんとかして期待感を持って見るのはまあ人情ですからね、はい、見てますけど、いやー、これ見て今飛んだホームラン見て、王監督ベンチで複雑な心境じゃないですかね。そうです ね、後半巻き返し、ましてや中日と相手するためにはね、ちょっと物足りないですね。門田第5号ホームラン、2点追加、6対3、はい、ね、全くバットに乗せてそのまま運んでいった、本当にすごいですね。どうかね、小松、年を感じないですね。年を感じない、年をね、37歳、素晴らしいですね。16万6741票でファン投票で選ばれました門田、素晴らしいホームランが出ました。放送席、放送席、そのホームランの門田選手に来てもらいました。門田さんらしい当たりでしたね。いや、たまたまレフトを飛んでたんですけども、はい、いや、向こうの方がボールがよく飛んでるように見えるのでね、それでね、をつけてみようかな思ってたんですけども、はい、それがインコース来たもんね。そうですか。あのね、今日試合前のホームラン競争では最後になって1本ようやく出ただけでしたよね。はい、ちょっと調整してましたので。これで5本目ですね。あ、そうですか、覚えてませんけど。それから今日はね、守ってますでしょ、はい、ライトへ中尾選手のツーベースだけですか、飛んだのは今のところ。そうです、ちょっと右中間ですか、多いからこっち寄ってたんですけども、甲子園広いね。やっぱり戦場でも楽々と使われるっていうふうに感じましたけどね。守備をしていてどんな気持ちですか。とにかく足がジンジンします。それでもこのホームラン、やはりこういったの大舞台強いですね。そうでもないんですけども、グリーンがあんまり活躍してませんのでね、ちょっとぐらい見せとかないと。ジュニアで頑張りましたしね、昨日の OB 戦でもまあグリーンが頑張りましたからね。そうですね、本ちゃんでも頑張っておかないと。どうですか、もう1個ぐらい打ってくださいよ。いや、もうそろそろ変わるんちゃいますか。門田選手でした。佐藤さん、今聞きました、はい、左レフトへ狙っていこうとしたらね、インコース来たから立つことは、いかに気持ちがね、ピッチャー返して体が開いてなかったか、溜まってる、これがもう自然体なんですよ。なるほど、ね、バッティングで必要なことがね、はい、頭の中で描かれてるから、とてつもなく飛んでいくんですよ。本当に素晴らしいホームランでした。石毛選手は三塁ファールフライ。その間に今の門田選手のインタビューの間に落合選手がフォアボールを選びまして、ダイソーに阪急の松永選手が行っています。ワンアウトランナー一塁という状況に変わっておりまして、バッターは8番の日本ハムの大宮です。これからどういう反撃を見せるか楽しみなセントラルですが、てしまったライトスタンド、ツーランホームラン、これはすごい。いやー、金田さん、はい、どうでございますか。もう何と申しましょうか。ほんであれ、あそこまで飛ばされたらピッチャーもフローを投げて帰った方がいいです。いやー、逆であそこまで行くんですもん。いや、私はね、昨日よりまだ西本、今日の方がまだマシだと言いながら